死亡したのは清肥長与町幸田郷の無職の92歳の女性です。女性は11日の午前10時過ぎ、長崎市油木町の74歳の運転手の男性が運転する福祉タクシーに車椅子で乗り、大橋町の国道206号を走っていた際、急ブレーキの衝撃で前のめりになり、車内で頭を打ちました。こちらは一般的な介護車両です。現在固定されている状態なんですが、ご覧のように押しても微動だにしません。車椅子は固定されていて倒れておらず、意識もはっきりしていたため、女性は同乗していた家族とともに要件を済ませ、利用する施設に戻りました。しかし事故からおよそ2時間後に容体が急変し、3時間40分後の午後1時45分に搬送先の病院で死亡が確認されました。浦上署は女性の死亡と事故の因果関係を調べていましたが、司法解剖の結果、死因は急ブレーキによる衝撃で、右の大腿骨が折れたことによる出血性ショックと判明しました。浦上署は過失運転致死の疑いも視野に、急ブレーキをかけた経緯や女性がシートベルトを着用していたかどうかなどを調べています。